はい、今日は11月21日水曜日ですね。ただいま分析しております。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。今回ね、先週から今週とテストして、ライブのね、1000円ずつ投資ハイアンドロー社の15分のバイナリーオプションで試験投資をしてきまして、1万3000ぐらいからね、4万ちょっとぐらい上がったんですけども、現在、2万5000になっちゃいましたね。そういうことで、1万3000円から1万円ぐらいの利益になったんです、先週からね。今週だけど落っこちちゃったんで、急にね、ドドドドと落っこつになっちゃったんで、1万円ぐらいね、急きライブ投資の試験投資をやめまして、調整し直しということになりました。それでまた、デモでね、試験を始めました。資金がね、減るとまずいということで、急遽デモになっちゃいましたけど、調整の方がね、今度難品ありの分析、昔私が投資してたような方法の分析の方がいいんじゃないかということで、難品ありの分析方法にしました。今難品なしで1個ずつの分析でやってたんですけど、難品ありのね、投資15本足の難品ありの投資方法に変えました。というのはね、伸びて外した時にね、難品で打って、自分で打っていくんですね、よくね。そうした時に奥が行き過ぎるとダメだということの分析されてないわけですね、1個ずつの投資だと。そうすると分析データで意外と甘いもんでもシグナル入れてしまうんですね、最初から。それでね、難品ありの分析のシグナルで投資した方がいいんじゃないかということでね、分析しまして、分析し出させました。で、投資数がちょっと多くなるわけですね。1回のシグナルだけじゃなくて何回か1回に打たないといけないわけですけどね。ただたくさん打って外した時の状態まで分析するんで、初めの一品から意外と厳しく絞ってシグナルを見つけてくれるということでね、こちらの方でやってるんですけど、分析してね、自動売買してます。デモなんでね、ライブでは禁止ですけども、デモで自動売買して試験してます。ライブ分ける、まあライブからね、デモに変えましたね。それでそういう問題でね、やりました。あとね、Ryzen CPU2990 でですね、自作パソコンでやろうかという、非常にね、処理の問題であるんで、32コアの64スレードいいんですけど、今トラブルがあるみたいなんですよ、Ryzen のね、2990はね、トラブルがあるらしいんで、マザーボードとか、いいのじゃないと動かないみたいですね。トラブルが出やすいらしいです。というので、もうちょっと待ってみようと思います。で、Ryzen CPU でね、より分析ができるように、インジケーターの、ということでね、考えてやってます。あと時間いくつかな。あと2分ね。2分30秒。ということで、調子悪いなと思ったらすぐデモでもやりましょう。ね。
とにかく私の場合は、稼げる道になったら億万長者ですから、ね、また外しちゃいましたけど、先週億万長者かなというようなことで来たんだけど、また外しちゃいました。今週ね、落っこってきちゃった、2万5千になっちゃったんで、試験のプライベート投資ですね。だそれってかもうしょうがないから、デモでやりましょう、損しちゃうからお金を。ね。それから FX の試験投資1つ勝ちました。昨日ね、決算しましたけど、試験なんで1000円ちょっとぐらいの利益ですね。1000ドットで試験やってましたけど、まあこれもちょっと頑張ろうと思います。そんなことでね、パソコンの方を見せしないといけないんで、電気毛布と暖房をつけて、気持ちよくしています。そうね、これもめんどくさいね。そういうことでね、時間がないと思うので、これでね、分析してまして、今回は難品ありで、難品ありでシグナル出してまして、試験では今3000円ですね。2000円も上げてますけど、昨日から調整してますけども、まあ、ほぼタイなんで、これから調整して自分で打てばね、稼げるんじゃないかということでね、それだけで十分だということで。こともありますね。難品ありですね。の試験ということで。また通すと、チーズ2枚に、トースト2枚に、チーズ1、スライスチーズにバターで食べてました。非常にね、シビアな動きしてますけどね、このシグナルは。